ッチバーということで、あ、マイクするの忘れてた。みなさーんこんにちは、えーえあ、そうだ。フィードでシェアさせてもらいます。はい。フィードでシェアですね。はい、ちょっと待ってくださいよ。はい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 。あらどこ行ったなフィードでシェアをしたいんですが、グループじゃないわ。待ってくださいね。 ちょっと焦ったら、焦ったら、あ、あれ、焦ってしまった。あった。はい。はい。ちょっと待ってくださいね。えー、映ってますでしょうかはい、映ってますね。はい。えー、それじゃあ、フィードでシェアをさせていただきます。シェアはい。えー、シェアできましたね。 改めまして、皆さん、こんにちはということで、えー、今ね、えー、もうめちゃくちゃ暑い。もう、田んぼに行って、えー、今ね、えー、水を入れてきました。もう日差しはもう、ほんまきついし、えー、もう焼けつくような暑さでございますが、皆さん、いかがでしょうかえー、もうね、えー、汗びっしょりでございます。ちょっとこの後着替えなんでいかんなと思ってるんですけども、えー、まあ、くれぐれもですね、 熱中症にはお気をつけくださいね。はい。えー、今日はですね、えー、お知らせでございます。えー、今日8月2日、えーね、何の日かというと、えー、こちらございますような形で、世にも奇妙な病気の治し方というタイトルでね、えー、無料露発村シークレット健康セミナーを行います、えー。もう数時間後ということになりましたけれども、 えー、まだね、あのー、聞きたいとかあ、時間が突然余ったんだという方につきましては、ぜひね、えー、この丸山先生、うんねえー、丸山アレルギークリニックの、えー、先生ですね。こちら、えー、現代医学で見放された患者を救う医師、丸山先生ですね。こちらのお話が、えー、18時45分から19時45分まで、えー、なんと1時間たっぷりとですね、お話が聞けるようになっています。 あの、丸山先生につきましてはですね、えー、アトピー、えー、丸山アレルギークリニックということで、アトピーがですね、えー、まぁ、あ、非常に困ってるんだというような患者様が非常に来てたわけですね、お子様が。えー、それでいろんなことをやったんだけれども、なかなか治らないっていうことで、えー、それでですね、えー、どうしたらいいだろうということだったんですけれども、あ原因がやっと分かったのが、なんと、えー、電磁波。 家の中の電磁波だったわけですね。えー、それで電磁波の研究をかなりしました。すると、えー、アトピーが見よる間にですね、えー、改善していったということで、やはり電磁波イコールアレルギーを起こしたりですね、えー、また、あのー、いろんな、え、あのー、最近の、えーね、病気を起こしてるんだということが、えー、わかってきたわけです。ですから、えー、今ではですね、アレルギー、アトピーの病院というだけではなくて、 現代医学ではですね、なかなか治せない、もう見放された患者様もですね、丸山先生を訪ねてくるようになったんですね。で、今度の丸山先生のテーマは、とにかく病気を治すということがテーマでございます。で、今現在の医学では治せない病気も多々あるわけなんです。それとか、 えー、これをやれば治ると言われながらも治ってないケースも多々あるわけなんですね。こういったことを、えー、丸山先生は、あのー、現代医学では見放された患者と言っております。まあそういった中で、えー、まあブラックアイジェルとかですね、あのー、ゴージー棒とかですね、まあそういったものをどん,どん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 開発されております。えー、最近でしたらこういったループ、まあ本もまだこれ新刊なんですけれども、 えー、一人で病気を治すんではなくて、あのー、インナーチャイルドと、それと、えー、守護神、えー。こういった、あのね、えー、大いなる力を使いながら、チームで治していくっていう病気とかね、えー、心の病気もそう当てはまるんですけれども、そういったチームで治していくっていうことも絶賛されてます。はい。えー、まさしく現代医療ではもう行き詰まりが出てきておりますが、えー、こういった、えー、ループである、チームで治したりですね、 えー、カタカムな医療ということで、えー、古代文字を使いながら、古代の造形文字を使いながらですね、えー、薬に頼った、えー、医療ではなくて、そういったエネルギーっていうのを、人間の中に内ち、含まれているエネルギー、そして、えー、この自然界にあるエネルギー、これを融合させながらですね、えー、言霊のエネルギー、こういったものも、えー、まあ、う、あの、発動しながら治していくっていうような、そんなことも研究されております。 まさしくですね、えー、患者にとりましては、治ればいいわけなんです。副作用がな、なくて、治れば、えー、本当に、えー、ラッキー,、えー、ラッキーじゃないわ、えー、ハッピーだ。ラッキーじゃなくて、ハッピー、ハッピー、アムハッピーっていう、そんな風になるわけなんですね。えー、だから、そういうことを、丸山先生はですね、えー、まあ、自分の志をですね、立てまして、そして、日夜、 えー、医療の診療が終わりましたら、えー、研究開発をされて、えー、もうずっと、えー、それのスタンスでやってきてます。で、今回はですね、あのー、ブラックアイジェルって言って、塗るだけでですね、えー、いろんなものが改善してくるというような、えー、ことの、えー、ジェルを開発されました。まあ、そういったものも、えー、多分今回紹介してくださると思うんですけれども、世には不思議なものがたくさんあるんですよ。たくさんあります。 えですからあの、例えば、うーんとー、まあわかんないけど、こんなことがちょっと言ってどうかわかんないんですけど、まあ例えば呪いとか、えー、またそういった、えー、負のあマイナスをの意思をこちらの方に向けられると体の調子が悪くなる方がいらっしゃるんですよね。そういったものも実は、えーまあ、病気、えー、病、 の原因の一つであるとといいうことも解明していますそういったことも含めてですね、えー、丸山アレルギークリニックでは、えー、その改善の仕方っていうのを教えてくださるからただ単に、えー、切った貼った、えー、薬を飲んだそれで終わりではなくてもっとこの、えー、オーラですね、えー、人間の体の外側の部分この辺りが切れてしまいますといくら目の病気で目を治しても あのー、このオーラが、オーラから治ってなければダメなんだということで薬へっていうのが出来上がったわけですね。えー、ですから、外のオーラも治す、オーラ枠っていうんですけども、えー、治るし、体の、えー、内臓、内部、こういった細胞、まあ、こんなものも治してしまう。だから、外から内から、えー、治してしまうっていうことが、えー、病気の再発にも、えー、ならないというようなことになります。 あのー、何を言ってるか、ちょっと理解できないかもしれないんですけれども、わかる人は聞いてみてください。はい。えー、時間帯はですね、8月の2日、18時45分から19時45分まででございます。で、もしよかったらね、えー、URL を貼り付けております。もういよいよ今日になりまして、数時間後に丸山先生登壇になりますので、えー、ロハス村では初めての、えー、まあ、登壇と。 ズームではありますけれども、仙台とつ、ながりまして、えー、やります。もう本当に奇跡に近いんですけれども、丸山先生ですね、あのー、心よく引き受けてくれましたんで、えー、話の内容につきましてはもう丸山先生にお任せしておりますんで、えー、どんな話になるかちょっと想像もできませんけれども、あのー、そのあたりをですね、えー、楽しみにしてお持ちください。えー、まだ時間的に間に合いますから、 えー、Facebook のイベントページの URL を、あのー、リンク貼っておきますので、えー、参加したいなと思う方につきましては、えー、参加ということを押してください。すると、えー、私が後ほど、えー、Zoom の URL をお送りさせてもらいます。えー、シークレットセミナー、健康セミナーにしているのは、えー、いろいろ、丸山先生、お医者様ですので、いろんなことを喋ってくださると思うんですけれども、えー、ちょっとね、 あの、信じ難いことも喋る可能性がありますし、喋、えー、ってもらうつもりです。そういう意味で、えー、見ようにね、えー、そういったものが拡散されて炎上しても迷惑をかかりますので、えー、もう本当に出てきてくださった方、信用できる方しか、えー、この動画については見せることが、うん、ありませんし、えーまあ、そのあたりはですね、あのー、私も、うん、なかなかね、えー、バンされる可能性がありますから、 えー、気をつけてやっております。はい。えー、そんなことで、えー、今日は、えー、現代医学で見放された患者を救う丸山先生に登壇していただきまして、世にも奇妙な病気の治し方についてお話をいただきます。はい。ぜひね、えー、楽しみにしとってください。これからは世の中が非常に医学もエネルギーも、政治も経済も、うー学び方、えー、学校の学び方も、 いろんなものが変わってまいります。えー、その中に、えー、自分自身がですね、えー、変わってるのに、えー、30年前の医療を考えとったんでは治療が遅れてしまいますので、えー、お医者さん任せ、えー、依存型の、えー、治療ではもう難しいと思います。ですから、えー、一歩前に出て、自分自身が自分を治すという意識、意識を持ってですね、お医者様と共にですね、え、いろんな勉強をして、えー、お医者さん任せにせずに、 えー、自分の考え方でもって治療が選ぶ時代になってまいりましたので、えー、治療の選ぶ一つのエッセンスとして、これも知っとっていただいたら、絶対にためになると思いますから、えー、きお,きおみご、おみご、え、おみご、おみご、見なが、え、すいません。こ,このあたりはもうショートしてきてます。おみがしな、なく、見逃さないで、やってください。すいません。はい。 はい。まあそんなことで終わります。それじゃあ、えー、今日も夕方よろしくお願いします。さよなら <laughs> とうとう、下が回らなくなりました。暑さに気をつけて